エジプトポンドは、エジプト中央銀行が発行し、エジプトで現在使われている通貨。アラビア語ではよく、ギニーと呼ばれる。単位記号は、英語、E ポンドあるいは、アラビア語。で、略称は、L、ISO コードでは、E グップとなる。また、補助単位として、ピアストル、ピアストルイコール PT、100PT イコール 1E ポンドがある。2016年11月。 エジプト中央銀行は外国が大汗を変動相場制に移行した。その直前まで1ドルイコール8 8ー、e、ポンドに固定されていた。為替レートは中央銀行が誘導目標に設定した1ドルイコール1 3ー、e、ポンドに急落。2017年5月時点では1ドルイコール1 8ー、e、ポンド台とさらに下落し、物価高騰を招いている。ピアストル効果は5、10、20。 二十五、五十ピアストル、一ポンドが流通している。1八三十七年から9九百年の間に、一、五パラ銅1十、二十パラ、一、五、十、二十ピアストル銀貨、五、十、二十ピアストル、一ポンド金貨が発行され、1八三九年には、五十ピアストル金貨が発行された。その後銀貨は発行され続け、1八五三年に、 10パラ銅貨が発行された。1862年に再び10パラ銅貨が発行され、翌年1863年に4パラ銅貨と21にピアストル銅貨が発行された。1867年には25ピアストル金貨が発行された。1885年に新たに、1、2、5ミリームアオ銅貨、1、2、5、10、20ピアストル銀貨が発行された。金貨は、 実質的には廃止され、わずかに5、10ピアストル金貨が発行された。1916年から1917年の間に、新たに有効のミリーム青ドカ、1、2、5、10ミリームハクドカ、2、5、10、20ピアストル銀貨が発行され続け、1ポンド金貨が再び発行された。1922年から1923年の間に、金貨は20。 50ピアストル1、5ポンドの額面のものも発行された。1924年に1ミリーム硬貨が、青銅から白銅へ置き換わり、他の白銅貨は、有効から、無穴のものに変更された。1938年に後10ミリーム青銅貨が発行され、1944年には六角形の2ピアストル銀貨も発行された。 1954年から1956年の間に1、5、10ミリームアルミアオドカ、5、10、20ピアストル銀貨が発行され、銀貨のサイズは大幅に縮小された。1962年に2ミリームアルミアオーカが発行された。1967年に銀貨は廃止され、5、10ピアストル白銅貨が発行された。1972年に1、5、 10ミリーム効果がアルミニウムからアルミ製銅に変更され、1973年には5、10ミリームが王道化に変更された。1980年にピアストルアルミア王銅化と20ピアストル白銅化が発行された。1992年に5 10ピアストル王道化。続いて1993年に有効の25ピアストル白銅化が発行された。 2004年に5ピアストル硬果のサイズが縮小され、2008年には10、25ピアストル硬果のサイズが縮小された。2006年6月1日には、年号が2005年の50ピアストル硬果と1ポンドバイメタル化が発行された。2007年には50ピアストル硬果のサイズが縮小された。1パライコール1、40ピアストル紙幣は25、50ピアストル、1、5、10、 20、50、100、200ポンドが発行されている。1899年に、エジプト国立銀行は50ピアストル、1、5、10、50、100ポンド紙幣を発行した。1916年から1917年の間に25ピアストル紙幣が追加され、政府紙幣の後、10ピアストル紙幣も発行された。この政府紙幣は、断続的に発行され、現在は、 財務省によって発行されている。1961年、エジプト中央銀行が国立銀行から引き継ぎ、1976年に25、50ピアストル、1、5、10、20ポンド紙幣、1978年に100ポンド紙幣、1993年に50ポンド紙幣、2007年に200ポンド紙幣が発行された。エジプト紙幣はすべてにカ国語で、 表記されており、表にはアラビア語とインド数字、裏には英語とアラビア数字で表記されている。裏面には古代エジプトのモチーフ、表面にはモスクなどのイスラーム建築がデザインされている。2006年12月、アルイコール・アハラームとアル・アクバールの新聞記事において200ポンドと500ポンドの紙幣を発行する計画があると述べられていた。二千十九年現在、 200ポンドの紙幣は流通しているが、500ポンドの紙幣を発行する計画はない。ありがとうございます。